じゃあ、空、空に行きますね。まず、うかんむり。短い縦を書いたら、これをちょっと外向きに書きますね。で、右を広くで抜きます。中心よりも左から少し上、右を開けて45度で短め。右の方がこの空きは狭いです。で、中心よりから、左よりも下がらないようにして止めます。そしたら下にこう書きますが、反って、で、ここはあまり長くしません。で、伏せてを1.5倍ぐらいで持ってくるんですが、この最後の位置が冠の中に収まるように書いてください。